昨シーズンに引き続きバイクスでプレーする3選手に伺います。さて正宗選手、高畠圭介選手、笠原大志選手、よろしくお願いします。お願いします。伊達選手はバイクスで3年目。はい、そうです、3年目です。高畠選手は2年目。はい、そして笠原選手は4年目ということですよね。はい、はい、そうです。はい、さあシーズン開幕目前に控えて今どんな状況でしょうか。そうですね、すごい練習もハードで、シーズンに向かってみんなも体もメンタルも、仕上がってきてます。こう、あ、一言ずつ。あ、左に同じです。左、あ、右ですよね。右に同じでした。こっちだと思ってたんで今左右が、ね、映像的には右でしたね。右に同じです。そうですね、まあ、ようやくブレディ選手も、合流して、チームでいいコミュニケーションを取りながら、できているんじゃないかなというふうに思います。はい、今シーズン この新チームの雰囲気というといかがでしょうか。そうですね、本当に、みんなで盛り上げて練習、ハードな練習を乗り越えたり、だったり、たまにミスしたら厳しいことを言い合ったりだとか、本当に、なんていうんですかね、こう緩みすぎず、なんかこう硬すぎず、本当にいい雰囲気で、みんなこう厳しい練習に取り組めていると思うので、本当にそういう意味ではすごく競争もできていると思うので、去年よりすごくいいと思います。やっぱ俺っすね。あ、ここは外せない。雰囲気といえばやっぱ僕がいるからなってるかなって思いますし、やっぱりオレンジバイキングス、このオレンジの色も超える高畠かなと思ってるんで、まあ、今年ね、新しい選手も来て、今年のね、残ってる選手もいるんですけど、やっぱり僕が、色を出してるかなと思うので、僕を中心に、明るいチームだと思います。笑ってもいいんですよ。はい、そうですね、まあ、都市の選手も、帰ってきましたし、それに立て選手もやっぱり去年もチームキャプテンっていう風に、チームをまとめていただいてたので、やっぱりその2人がリーダーシップをすごい取ってくれていて、でその中で、まあ、先ほど本人も言っていたように、高畠選手がすごいチームのムードメーカーとなってくれて、でそこでチームを盛り上げてくれてっていう風に、すごいいい雰囲気で、練習できてるんじゃないかなって思います。はい、そして今シーズンからアシスタントコーチが加入したということで、はい、そのあたりはいかがですか。そうですね、ずっと困ってちょっと困った質問を投げかけてしまいましたが、困ってませんよ、困ってませんよ、ここ2年間アシスタントコーチっていうポジションがいなくて、ヘッドコーチもすごく一人で悩まれてる部分もあったと思うんですけど、こういうことで、コーチの右肩になる方が、来てくれるので、本当チームとしてはプラスですし、コーチ兼通訳もしてくれているので、すごくその練習もスムーズにこなせてるんじゃないのかなと思います。はい、これも言いますか。これもよろしければ一言ずつ。ふくよかで、すごいふくよかな方で、ちょっと声が小さいので叱っときます。はい、もっとね、張っていけと。はい、もっと張っていけっていうことを、ちょっと選手がイラつくことは大きく言うんですけど、選手が一番聞きたいことは大きく言えてないんで、そこはしっかり言って、あとはふくよかなとこを、まあ、可愛いなとみんな見てもらえたらなと思います。とりあえず高畠君のは全部こっちでお願いします。そうですね、まあ、今までやっぱり自分は愛媛単独になってからずっといるんですけれども、まあ、アシスタントコーチが今までいなかったので、まあ、今回、まあ、こうして、まあ、アシスタントコーチが入ったっていうところで、まあ、スカウティングの部分でも、今まではヘッドコーチ1人がやっていたので、まあ、そういうところですごく助けになってるんじゃないかなというふうに思います。はい、今回ですね、せっかくこの3人3選手集まっていただいているので、それぞれから見たこうそれぞれの存在感というか、これ最初に僕いいんですか。はい、立選手からお願いします。もう先ほど言われてた、本人も言ってたように、高畠選手はもう色ですね、チームの。あ、もう何色ですか、色で表せば。オレンジ。ありがとうございます。やっぱりオレンジ、はい、オレンジを超える。もう彼がもう本当にそのチームのこう、なんですかね、暗くなったり落ち込んだ時も行くぞ行くぞっていうような、コートでもベンチでもすごいこう鼓舞してくれる部分があるので、そういうところは本当心強いなと。で、まあ、笠原選手はちょっとドSなところもあるんですけど。そうなんですか。はい、でも本当職人肌で、本当コツ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 とチームが必要なことを頑張ってくれる存在かなと思います。はい、待てからいきますね。待てから待てね、そうですね、
そうですね、共通して2人とも言えることは意外と繊細ですね。やっぱね、あのこう結構ねこの2人繊細なんで大変なんですよ。で縦選手はですね、こうなんていうんですかね、オフコートはなんていうかな、犬のような優しさでも、なんていうんですかね、うん、ちょっと難しいけど、コートの中に入ればちょっと強権になるような、なんていうんですかね、ちょっとね人が変わるような感じの方で、その中でもやっぱ繊細なので、こう、はい、やっぱ繊細の中にこう熱いものがあるので、そこをこう多分自分の中でこう行ったり悪くなったりとかしてる彼を見るのが僕が一番好きなので、そこを見てもらえたらなと思います。で、大使はですね、これはまたより繊細なんですよ。結構見え張りで、プライドも結構高くて、こうちょっとこうね、よく見せたいタイプなんですけど、本当はこうなんだかよく見せたいけど泥臭いことが方が得意、そしてプライドも高い、繊細で一番気にしてるのは彼なので、多分ね皆さんはね、クールな笠原大使と思ってると思うんですけど、まだまだ皆さん知れてないところがあると思うんで、もっともっと知ってもらって、愛媛オレンジバイキングスっていうのはね、やっぱバスケットは近いんでね、そういう部分もプレーだけじゃなくて、そういう繊細さというこのね、去年のキャプテン、副キャプテンのところを見てもらえたらなと、多分僕が一番その部分は見てたので見てもらえたらなと思います。はい。僕何も隠しないからね。そうですね、まあ、立さんに関しては、まあ、すごい真面目なように見えるんですけど、真面目で、まあ、あまり喋んないというイメージに見えると思うんですけれども、めちゃくちゃ喋りますし、めちゃくちゃおちゃらけキャラなんで、はい、まあ、そういうところでは、まあ、ちょっとお茶目なところもあるんじゃないかなっていうところを、まあ、皆さんにも見てもらえればっていうところですね。はい。で、圭介の部分に関しては、まあ、こうやって言ってますけど、実は ものすごく、まあ、寂しがり屋で、まあ、甘えたなんですよね。甘えたか、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、でもすごく恥ずかしい、愛は感じるんですけど、なんかその一人でいるのが多分あんまり好きじゃないんでしょうね。なので後輩とかとよく、まあ、面倒見がいいっていうところもあると思うんですけれども、いつもなんか後輩と一緒にスタバに行ったりとか、まあ、ご飯食べに行ったりとかっていう風にしているところがあるので、まあ、実はまあそういう可愛らしい一面も二人とも持っているっていうところを、まあ、皆さんにも発掘してもらえればなというふうに思います。なるほど、はい、そういうのともね、どんどん見せてもらいたいなと、ファンとしては、はい、ブースターとしては思いますが、今シーズンの意気込みとか、ブースターに向けてのメッセージ、はい、カメラに向かってお一方ずつお願いします。縦、はい、選手から。はい、去年は40敗して40回悲しましたので、悲しまさせたので、今シーズンは40回喜ばせます。はい。はい、去年ね負けて本当悔しい思いしたんで、その部分は本当に僕が多分こう最後のスピーチもいろんなところで言ったと思うんですけど、今年はですね、背番号もね31になって、体重も5キロ痩せたということで、僕も心機一転ということなので、一緒に B1 昇格向けて、心の底から応援してもらって、何も知らないバスケットの人も寄せてみて、いろんな人を、バスケットボールに、乗せてもらったらなと思います。よろしくお願いします。頑張ります。もう少し違いますか。そうですね、まあ、みんなも言っているように、まあ、昨シーズンはとても不甲斐ない結果になってしまったので、今シーズンはしっかり、勝ち越して、プレーオフ、そして B1 昇格できるように頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。立山浅宗選手、高畑圭介選手、笠原大志選手でした。どうもありがとうございました。応援してます、頑張ってください。ありがとうございます。